い、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト7実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということで、まあ途中なんですが、前回ちょっとね、長かったんでちょっと30分ぐらいで止めたので、今こんな感じなんですが、さあということでグラインスタード戻ってまいりました。バーンズをワオさんよって来てくれたのを待っておったるぞ。我らの島が地上に戻るやいないや、今度は神の正体が魔王だと判明するとは全く驚くされの連続じゃ。これもそらたちの働きによるものだろう。もちろん金よこせ、金ね、お願いだ、お願い、10万ぐらいくれんか、社長。社長じゃねえわ、王様。装備が、青さんの装備がやばいんだ。なんと勇敢な者たちじゃって、そなたちこそまさに世界を救う勇者なのかもしれんな。青さん、王としてではなく魔王に怯える全ての人々の代表として頼む。どうかあの魔王を倒し、この世界の真の平和を取り戻す。これもうラスボス行くのか、これ。まさかまさかの。で、ちょっと取り込み中悪いんだけどさ、なんだ、あれ、何ふざけた格好してるの、ウェル。パパやママたちのことが急に気になっちゃってさ、って。ごめん、私一旦抜け出してもらうわって、村の様子を見てこなくちゃ。とりあえず魔王のことあんたたちに任せるわ。違う違う。そう、簡単じゃなくて、ま、マリベル、マリちゃん、ちょっと。魔王、そんな簡単に頼まれても。さ、マリベルを、あれだな。とにかく、かの魔王の力はあまりにも強大じゃ。野党を倒し得る者はその立ちにおいて他におるまい。これぐるも頼むぞ。さあ、ここからどうなっていくのでしか分かりませんが、最後まずは、まあ、違うよ、もうこのくせよ、このカメラの切り替えが一番、ああ音楽がか、え、これもう敵は出なくなったの、おるやないか、まあ、ちょやばいやばい、ワンワンやな、なった男がいっぱい来る。あそこなんだ。あ、じゃあ、あ、押してだ。入り、待って。ちょっと。なんだよ、魔物は普通にいるじゃん。マルベル。コフィーチュー、ルミニカ、これは小さな村よって。あら、おさんじゃなかったら魔物助けなんて不思議な感じ。いつの間か見違えるほど立派になっちゃって、なんだか知らない人みたい。あれ？ははーん。メスの顔しとるわ。メスの顔しとるわ。まさか、こんなに大きくなったなんて。メスの顔しとった、メスの顔。さあ、どこだ？マリベルがいない、マリベルがいない、どこだ、上にいるのか、なんですぐそうやって離脱してし、お、あ、待ってた、腰掛けてんのかな、なんですぐそうやってさ離脱してしまうの、あら、みんなどうしたの、マウンタルシ君じゃなかったの、そんな簡単にさ、ちょ、ピクニックに行くか的なノリで、あれ、花見君じゃなかったの、だけで言うのやめてくれる、はは、さてこの可愛いマリベちゃんについてきてほしいってわけね、はい、確かに仕方ない、私がついていかれたら全然ダメなんだから、あれでも引き続きって確か4人乗りじゃなかったっけ、今のちょっと人数が多いね、誰か残ってもらわなきゃ、誰を残しに行きますか、そんなの、ごめんマリベル、悪い、今回はちょっとマリベルがそのいろいろ足りてないところもあるから本当にごめんメルビン。俺っていう、あの突然全然違うとこから指さされ、え、俺っていうメルビン、ごめん、申し訳ないメルビン、すまんメルビン、今回あれ、プレス版どっちだったっけ、プレス版はプレス版どっちだったっけ、メルビンだったっけ、どっちだったっけ、忘れちった、どっちでしょうか、どっちだったんでしょうか、さあメルビン、え、メルビン、ここにそれ私の荷物は装備しているもの以外袋に入れてくるでござる、え、メルビン何か、怖いじゃろう、だってお母さんとか上上がってきたらいきなりおじさんいたら怖かろう、マリベルなんだかって言い出したらいけないことだからもう止めはしないけど、くれぐれも気をつけて行ってくるのよ、待って、これ待って、ちょっと待って、ねえ、ちょっと待って、ちょっと、ごめん、なんかもう、まあループだ、エンドレス8やないか、これはエンドレス8やないか、待って、違う、そこじゃないんだ、違うんだ、マリベルを賢者にしよう、まずは、わしらには構わず、お前の好きなようにするがいいよって、外の世界出たというお前の気持ちも気づかんほどわしも、あ、そろそろ終わるんじゃないか、これでもな、マリベル、ここはお前の家なんだ、旅することに疲れたらいつでも帰ってきていいからな、 OK、 任せろ、大丈夫、帰ってくるのはいいんだが、大丈夫、その代わりにあの英雄置いてくるから、英雄、おじさん置いていくから、さあどうしましょうか、ちょっと待ってね、強さでアイラがバトル、待った、バトル、いや待って、違う、ちょっと待った、いいこと、いや待って、ママンとかに一回会った方がいいのかな、ちょっと魔王倒してくるわ、ちょっくら行ってくるわ、ママン、私お父さんが飾るとか生きてるって信じているんだ、海に落ちたぐらいでくたばっちまうような弱な、でもど誰か拾な、これ覚えてないんだけど、どうなんだっけ、誰かが拾ってくれてたんだっけ、私は忘れちゃったわよ、
なんだっけ、なんかの記念に帰ってくんだよね。なんだっけ、まるでドラゴンが見つけんだっけ。ちょっと待って、その前に一回ちょっとですね、これ待った、忘れてた。道具でさ、あのアミュレット系って何使うの、あれ。あー、攻撃力上がる、渡す。はあ、そういうことか。何、疾風の漫画なとかな、いや多分そうだと思うんだよね。ちょ待って、第一のアミュレット守備力か、なんかないか。いや、まあ、いや、まあ、いい、ちょ待って、ちょ待って、装備が一番最後の町に行って、ちょ待って、待って、ルーラ、まずは一番最後、ちょっと待って、最後の冒険が始まるってことで、ちょこっとばかり準備をしていきたい。ちょっと準備していった方がいいよねこれね。いや待った、待って、まあ、いい、ちょっと待って、だからベホマラ、いや結構これ勝てそうな気がするんだけどな、ベホマラあるし。でマリベルは申し訳ないんだけど、任せろ。ここで行きます、ここでアイラをここで行きます。あ、待った、あー、パラディンないのか。パラディンってなんだっけ、僧侶か、僧侶か。いや最後の戦いに僧侶続けていけんだろう、今さら、今さら。いや、パラディン失敗したな。パラディンだったら全然良かったんだけどね。待って、まあ、ちょっと待って、一旦ちょっと、もう賢者しかないよね。一回ちょっとマリベル賢者、オッケー、バトルマスター賢者、まあこれだな。違う、賢者や、どうしよう。だ、僧侶のアイラ連れ行きます、すいません、仕方ないです、これしかないもんね。いや参った。でもまあ、だから一番後ろに、いや、またバトルマスターで行くしかないよね。いや、もったいないな、すんげえ戦うと思うんだけど。ただ並び替えで、まあこのままでいいか。待った、違う、作戦並び替え34、これだな、これでいいな、もうこれで行こう一旦。また違う、ダメだ、アイラだ。どうしてアイラを最後までアイラを貫く。ただ問題がイバールの剣とかなんもないんだよね。スピード剣があるもんね、なんかすんげえ武器な。ちょっと待った、ごめんなさい、今回は若干の準備枠というものが始まってしまうかもしれません。ラスト仕方ないよね、だってラスボスですから。メダルオンと、よし、メダルオンとこ、まずメダルオンとこ行って、メダルオンとこ行こう、オッケー。待った、あれでいけんのか、準備枠です。ちゃんと準備をしないと死んでしまうと思われた。OK。74枚。奇跡の剣来た。生息図。もう一個は？また魔物の生息、また奇跡の剣来た。さあ、ということで、奇跡の剣って、あれもう一個ぐらいなかった？あれ待った。ちょっと待って。奇跡の剣。あった、来た。さあ、どうしましょうか。アイラお願い装備、いやいいね、よっしゃアイラよかった。ちょっと今装備を考えていたんだよ。いきます、いいでしょう、ナイスじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。ただ問題はこっからだよね、装備をちょっと考えて。さて、今一番強い装備ってどこにある。天井の宮殿、こっちか、ここか、最後ってここだっけ。ここで、よし、いいね、よし、ここにしよう。ここで多分装備が売っているはずだと思います。先生、皆さん、最後の準備、あれ、お前どうした、あいつ、いや違う、やめて、違うから、そういうじゃないから、もう違う、もうめんどくさい。なんで今そこ乗ったの俺。いけた、いやー違う、今違った、今一瞬いけたと思った、すいませんでした、すいませんでした。ただカットはしません、カットはしません。ただカットはしないでしょう。気をつけて、あそこ気をつけて、あそこ罠だぞ、罠、あれ罠だわ、罠、回り道しよう。装備をまず整えて、なんなのこのジャンプしたくなるよ、この輪っかがピュってくんの、大縄跳び的な、大縄跳び的なやつが
さあこっち行って行くよ。待って、いやどっちだろう。武器か雷鳴、いやこれ買ったもんね。ドラゴンクロー、まだいらない、待って違う、そうじゃない、防具よ防具。さあ4枚あります。水の箱もマリベルな、いるね。ちょ待って、ちょいらない、待って待って違う、もう上位があった、あった、あったくさくない。プリンセスローブ、呪文のダメージを軽くできる。いやこれマリベル装備したいね、したいね。うわめちゃめちゃローブ、オッケー。マリベル、マリベル死んだら終わるから、多分多分死ぬよね、多分終わるから。さあ2万があります、あとあと2万がある。炎のよりダメージを回復できる。青さんもいいね、青さんオッケー。あ、いける、待った、オッケー。アイラより弱くね、青さんの方が。オッケー、青さんオッケー。派手な服でもだってします、オッケー、いいね。さあ問題が、あとは売りたいね、なんか売れるないかな。派手な服売れません。風の帽子ってなんだっけ、放りだけど、待った、ダメだ。売れるやつないね。まあまあまあ、もうこれでいいんじゃないですか。行くか、行こう、よし、一旦これで行こう一旦これで行こう、よし、オッケー。待たせたな。あれ、次の、次ぐらいにはもう、次ぐらいにはもしかしてラスボス入んのかな。もうこれもう終わんじゃねえ、これただこれでいけんのかっちゅう話よね。この俺海の海底みたいなやつってあれなんだっけ、なドラケンシリーズのどこだったっけな。来たー、ダークパレス、これ降りていいのかな。行こう、まず降りよう。さあ来ましたよ、できんのかな。まあ、間違いないよね。俺覚えてない、どっか右の、うわー怖え、もういきなりいいんじゃん、いきなりいいんじゃん。3でもって、いや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 、怖い怖い怖い、待って、いや右がなんかどっかでさ、どっかの扉なんだよね。あ、いない、誰もいない。あ、剣口出しだ、なんだお前、ちょ見ていい、なんていうタイプの敵なんだお前は。呪いの剣、あ、なんだ、もっと可愛いと思ったら全然可愛くねえじゃねえかよ。戦う、行きましょう。まあ最強っちゃ、いやー HP がちょっとな、少ないな。マリベル、マリベル HP ちょっとなさすぎじゃね。いやー待ったな、ゴッドハンドとかだったら違ったのかな。 OK16、 マリベルに HP 上げていい、種、種どう、ダメ、まだ使っちゃダメ。マリベル HP いけんじゃ、いや143じゃ死ぬだろう、いや死ぬよね、ちょっと死んでしまわんか。まあまあまあ、僕には必殺技のあれがあるんで、リベンジ何々戦っていうのが、待って、あれここじゃなくね、ここ降りれないよね多分ね、降りるとか。おっと、待った、どっか右の方から行くの、うわーうわー超リアル、すげえ怖え。まずここから入っ、この棒に、棒に OK さあなんだよそれ、呪の時全然回復ねえじゃん。あれ 目玉飛び出てんだけど、腐ってんのかあいつ、あいつ腐って、呪の時75、やばい、ちょっとマリベルやばくね。 OK31、 いや待った、やばいわちょっとこれ、いや待って、いやこれ勝てる気せ、いやこれま、もうなんで懐いて、早えなお前、ちょっとかわいいな後ろ姿が、もう仕方ない、そういうことにしといてやろう。あ、これこれ久方ぶりに勝てないやつ、これまさかまさかの勝てないやつ。ちょっといや、リベンジ戦、僕で一つリベンジ戦何々がありますんで、あるんで、いやー参ったなー、マジ勝てないこれ。さあ根持ってどこ、どっちだろう、入り口あったよね、こっちないのか、あれこっちじゃないのか、なんかさ、ぐるって回れんのかな、ま、あ違う、
え、迷ってる。いや、知ってんだ、場所は。あ、こっちで合ってるね。合ってる合ってる。どっちだ、合ってると思う、多分。こんな感じでどっからか降りるんだよね。あれ、でも鍵なかったっけ。あ、来たー。極楽町だろ、来てる。全然違った全然違った。ムキムキやないか、お前。いちいち、これ死ぬ可能性が出てきたな聞いた、聞かなかった。聞かな、どうだろう。いや、 HP がちょっと弱、どうだろうな。もう次立てなかったらガッツリレベルアップしようぜ。もうそれしかないよね。それしかないもんね、だって446。まあ、ガッツリ死ぬほどレベルアップして、まあどっちにしたって。さあ、来たー、これ、来た、これ、来た。なんだ、バーサカヘルム。なんだ、さあ、最後のが来た。最後の木ってこんなとこにあったっけ。ここさ、なんか囚人いた、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 いた。違う、命の木。なんかさ、あれ、なんかここ囚人みたいになかった。不思議な木の実、小さな鍵だ。あ、待った、あそこ行ったらもう取れんじゃね、これで。やべ、そう、あの、なんだっけ、グラインスタウンのとこあったじゃん、あそこ行く。え、あそこ何があるんだろう。まあいいや、まあもう一回いつも戻ってくるんだろう。いや、待った、マリベルの HP どうやろう。種が、マリベルって種あげてよかったのかな、覚えてないんだよな。種はね、ちゃんとね、どっかでちゃんと使いたいんだ。え、種あげていい、マリベルに。あげようかな。それと問題で、どうも勝てる問題なんだろうか。 MP 使いたくないんだ、まだ怖いじゃん、もう使いたくないんだよね。38、よっしゃ、オッケー、よーっしゃ、来た。ザッコザッコザッコ来るんじゃねえぞ、その虹なんとかってやつ。こっち全部入ったね、入ったね。いや、いないね、全部いない、いないね、いないね。オッケー、最後、さあ、来た、いくぞ、来た。ここなんだよね、なんもないよね。あ、カメラ回らない、これ以上回らない、なんもないじゃん。まがまがしいの、おどろおどろしい。さあ、来た、違う、待って、あー、なんかちょっとあれなのかな。あ、下にもある。おっと、来た、ラーの鏡を見つけた。これあれだね、なんかね、なんか誰かが言ってたんだけど、このラーの鏡って結局何なのかっていうと、あの、なんだっけ、これなんか意味があるらしく、あるっていうか、なんだかよく知らないけど、なんかオルゴデミレが神様になったじゃん、だからラーの鏡って本物を映すから手元に置いてるんじゃねえかみたいなこと誰か言ってた。誰が言ってるか忘れたけど、誰かが言ってるか知らないけど、らしいよ。あー、出た、エスタークモドキ久々に見た、モドキエスターク、わー、強え。もうやめて、マリ、ちょっと待った、マリベル、あれ使わなくなったな、持ってるマリベル。うわー、強え、めちゃめちゃ強いんだけど。終わらん、オッケー、16。なんで雷神剣みたいなの使わないの。マリベル渡しただろ。うわい、マリベル、あれもしかして、なんか渡るのダメだ、オッケー。じゃあみんなに渡してもいいぐらいだよね、あれね。ちょっと待って、マリブルどうした。あー、渡してしまったんか、多分。天罰の杖、待って、さっき女神の絵、待って、どこ行った、どこ行った、大事な、どこ行った、違うじゃん、オッケー。奇跡の剣って2個持ってんだ。奇跡の剣って青さんでもいけるのかな、水の剣でもな、こ青さんでしよう、多分。待って、いいえ、待って、待って、雷鳴、オッケー、オッケー。マリベルに渡さないと、これ、オッケー。オッケー。さあ、行こう。よっしゃ、どう、どこだ。さあ、右から行けるんだけど、宝箱がありそうな、敵がいないね。あ、いるな。なんかいたな。なんかでっけえのがいる。なんかちょっとでっけえのがいる。なんだ、これ。
開いたのか、開いた、よくわからんけど開いた、死にかけた、危ない、ちょっと危ない、危ない、危にゃい。さあついに来るぞラスダンジョン。これなんだ、待って、あそこ、え、どっち、これ下に降りていくことは間違いないと思うんだ、多分だよね、だよね、脱出、違う違う、ただの外に行くのがよくわからん、何があるんだろう、ちょっと出たいね、なんだろう、あ、外に出れるってこと、いやもうちょっと待って、やめて、いやもう一回戻るの、あよ、びっくりした、入れんのかいんで、ダークパレス、ダークボス、すんげえ怖えな、すんげえ怖えな、おどろおどろしすぎだろこれ、え待って、こんでもって、ここはいいとして、まあ、出れるようになったと、これずるよね、これ絶対スリー、あのゾーマを意識してると思うな、これ絶対してるよね、あこれなんだろう、神様、あ違うか、これな、誰が座ったらこれなんだろう、まあいいや、さあ行こう、目指せオルゴナントカラちゃん、行きます。さあ問題が2個あるんだよね、なんで2個あるの、いっぱいいる、これさあ、あ絶対強いじゃん、いやわからん、あっちの階段は何なんだろう、結構迷うのかな、これギガントドラゴンが現れた、ヒーローズでめちゃ、これギガントドラゴンだったっけ、強かったな、ごめんなあ、いいよ、転んでもがいている、勝てねえのかこれ、いいね69、まあちょっと今回まではいけないかな、わかんないけど、よし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 、ただマリベルが死んでしまうんじゃねえかっていうのが怖さが、上に行くのか、何もない、あった、うわなんかゾーマの、なんだサーチーザの目が来た、なんかゾーマもどきみたいな、なんか雑なゾーマみたいな、なんかプロが描いたじゃないゾーマ的な、え、あっちなんだろう、誰だお前、いやこの手のタイプ、あの強いんじゃなかったっけ、いいね、おーいいね、混乱している、混乱しなさい、いやオルゴなんちゃらちゃん来るよ、勝てんのかな、勝てんですかね、あれ待って、あっち、いやあっち、あれか、宝箱あるパティンか、待って、ごめん、戻らして、あそこ宝箱あるわ、いや違う、もうお前じゃないじゃん、もうデスクリーチャーが現れた、オッケー行こう、行きます、80、93、頑張って、いいねいいね、53、52、いいね、勝てるかしら、勝てんのかしら、よしね、よし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 、さあレベル上がった、マリベルお願いします、ガボかい、ガボかい、こっちがさ、え、ちょっと待って、さっきのやつどこだ、まあ、上がんのか上がんのか、オッケー、上がってそりゃあるっしょ、宝箱あるでしょ、あるでしょ、いや来た、なんだろうこれ、ゾーマもどき、雑な雑なゾーマよ、あー当たんね、あれは左のやつは3匹なのっていいんでさ、これ、これ敵は今3匹と戦ってるって解釈でいいんですか、来た、飛んできた、もう行く、バギクロス強いじゃん、強えなギガントドラゴン、よっしゃ86、あ強い、やばい、いやこれ絶対強いな、あでもんー、どうなんだろう、分からんな、マリベルね、よっしゃ31来た、ちょっとでも HP 増えてくれるとね、だいぶ楽だよね、もうなーちょっと、もう久々だわ、どうなの、今日放送事故か、はい、いやでもちょっと待って、ちょっと待って、青さん、ちょ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 、また作戦、なんで最後にこんなことなるんよ、もう終わり、もうちょっとやったやん、ダメージ制限時で呪文でザオリ君
マリノレッソンで呪文で回復でベホマラ OK。 まあまあベホマラ3人持ちですから。はいドン。やめて、嘘だろ。危ない危ない。ちょ待って、青さんに、いや待って、大変なことになりました。ガボアルマソド、マルチマソド、お願い、お願い、ガボ頑張って頑張って。で呪文でザウリコケ、勝てんのかな、勝てるよね、オッケー。どう強い、使っちまった使ってしまいました。もう何なんだお前、ほんと、もうな、もう邪魔、危ない危ない、これ安全地帯行こう。さあということで、ついにラスドダンジョン、かわいそう。マリベルでしょ、 MP そんな使うのかな、マリベル、ザウリコケ変えた。さあということで、ついにラストダンジョン、来たということで、まあどうなるか分かりませんが、今回はこの辺で終わりたいなと思います。よろしくチャンネル登録、そして高評価などもお願いします。それで皆さん。